はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。はい、よろしくお願いします。お願いします。ですね、今日はですね、ちょっと小家さん今日寝癖のまんまで来てもらいました、はい、で、これをこうアイロンで綺麗にしようかなっていう動画をちょっと作ろうと思ってるんですけど、ちょっと新しい新種の商品をちょっとゲットして、このクレッツさんのアイロン新しく出たんですよ。で、なんかこれの特徴が、もともとクレイツさんのこう、なんやろ、独自クレイツイオンっていうイオンコートされてるこう鉄板プレート、プレート、そうがあって、これ もちろんダメージ出にくいんですけど、で、なんか今結構例えばヘアビューロンとかでも入ってる、クレイツの何やったっけ、あれホリスティックケアか、入ってる、なんかこっちのちょっと見にくいんですけど、ここの中に赤外線のプレートが入ってます。そうすることによって髪の毛のこう水分を中に閉じ込めながらアイロンするんで、髪の毛が柔らかくなるっていう、一番こう言うてもったな俺がな一応打ち合わせでは言ってくださいって言ったんですけど、ちょっと言っちゃいましたね。そういうのがあるので、それと、あともう一個、ここのなんか吹き出し口みたいなのがあって、ここからマイナスイオン出るんですよ。なんかこの3つのコラボはどうなのかっていうのをちょっと検証したくて、なんかどれか1個だけやったら全然なんかドライヤーとかアイロンとかでも今までやったらあるんですけど、この3つのこの良さを組み合わせて、この小家さんの髪の毛水分が今なくなってる状態ですね。ほとんどもう何もつけずにアイロンつけてどうなるかっていうことをちょっと検証したいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。 OK ですかね、こんな感じで。はい、ありがとうございます。じゃあ、そんな感じで動画をスタート。こんな感じでデジタル表記ですね、160度のやつでやってて、で、中身がこれが赤いランプついてんのが、赤外線、はい、で、その中の下の部分、このチョボになってる丸っこいやつですね、これが、マイナスイオン出てるやつです。で、クレーツイオンのプレート、この3本柱でストレートに綺麗に伸ばしていきます。はい、じゃあこれ本当に何にもしてない状態です。まずブラシでアイロンやる前にしっかりと溶かしておきます。痛い、すいません。ちょっと引っかかっちゃう、本当に寝癖なんで、ちょっと引っかかっちゃいます。私の髪が悪くて。そうですね。すいません。で、しっかり溶けた状態です。こうすることによってアイロンの熱が均等にいきやすいんで、しっかりと溶かしました。はい、じゃあやっていきますね。まずちょっともう試しで一回上からいっちゃいましょう。なるべくちょっと薄めに取った方がアイロンは綺麗に伸びるかなと思うので、薄めに取って、ここでも櫛でしっかりと溶かします。で、ちょっと見にくいかもしれないですけど、160度設定でやっていきますね。いきます。なんかリアクションしてくださいね。画面に言ったのかな、グイーンと今。綺麗には伸びてますね。ほう、どうですか、ツヤはやっぱり結構しっかりと、ちょっとなんか分かりづらいかもしれないですけど、少しちょっと柔らかめになってます、髪の毛が、なんかしなやかな感じで、ちょっとこんな感じで下からこの襟足からちょっとどんどん入れていきます。じゃあちょっと下からやっていきます。やっぱこうスライスのこう毛束の取るのは本当にどのぐらい、3センチぐらい、じゃあ4センチぐらいかな、幅でやるといいかなと思います、個人的には。で、毛束を取ってしっかりと溶かして、ここがたるむんじゃなくてピンとした状態でアイロン入れると綺麗になるかなと思います。で、160度で入れていきます。
こんな感じでちょっと左側入れ終わりましたね。まあ艶はすごい出てて、で結構アイロンとか入れると結構硬くなるんですけど、こう仕上がり的には結構柔らかい感じになってるんで、なんかこう水分量が入ってるような感じになってるかなと思います。じゃあ次サイドの髪もやっていきます。毛束を取って、また同じ設定でやっていきます。入れました。こんな感じですね。だいぶツヤがすごい出てて、柔らかい感じになってるかなと思います。じゃあ全体的に反対も入れていきます。はい、じゃあ仕上がりました。感じですね。で、なんか、まあ、個人的にちょっと使ってたポイントとしては、なんかこう、なんて言ったの、パチンと、うるさいな今のな、パチンとした時になんかカタカタカタって言うんですけど、それはイオンなのか赤外線なのかちょっとわからないんですけど、なんかカタカタカタって言ってて、で、なんかまあそれの効果かわからないんですけど、アイロン通した時にちょっとなんかこう煙とかはあんまり出ないんですけど、なんかなんていうんだろうな、柔らかい感じの仕上がりになるというか、なんかそういう雰囲気になんかなって、まあイオンかなんかが出てんのかなっていう感じなんですけど、個人的にはまあ癖は、まあ正直なところなんかすごいこうめちゃくちゃ強い方は正直伸びないかもしれないです。でも ある程度のこううねりだったりとか寝癖ぐらいだったら全然多分大丈夫だと思いますし、本当に普通に綺麗になるかなと個人的には思うので、まあ僕は結構これ使っていこうかなと思います。一応家庭用のやつで、コードが短いんで美容室では多分あんまり使わないやつなんですけど、まあちょっと使っていこうかなと思うぐらいちょっと気に入ってます。はい、ありがとうございました。まあこんな感じでちょっとお送りしました。またちょこちょこスタイル作る時とかに使っていこうかなと思いますので、またコメントだったりとか、なんか気になることは聞いてください。はい、はい、こんな感じでお送りしました。またじゃあ動画作ります。よろしくお願いします。それではまた、さよなら。